事件英子は、日本の政治家、医師、医学者。学位は、医学士。自由民主党所属の参議院議員。元厚生労働大臣政務官。父は、元衆議院議員、参議院議員、郵政大臣、金融担当大臣などを歴任した、医師、医学者の事件小三郎である。長崎県佐世保市生まれ、福岡県北九州市育ち。 1988年3月、福岡県北九州市立霧岡小学校。1991年3月、明治学園中学校。1994年、ブルックライン高等学校。1998年8月、筑波大学第三学軍国際関係学類。2004年3月、東海大学医学部卒業。卒業後、 東海大学医学部附属病院初期研修医。2006年、池上総合病院内科後期研修医。2007年、東京大学医学部小児科入局。同附属病院小児科勤務。2008年、大梅市立総合病院小児科。2009年、虎ノ門病院小児科現在。2010年から、父親である、事件小三郎の議員秘書を2013年7月まで、勤める。 2013年、NPO 法人日本子育てアドバイザー協会理事。2014年12月24日、第24回参議院議員通常選挙の日本、医師会参加の政治団体である、日本医師連盟の組織内候補として擁立され、2015年、自民党参議院比例区支部長、日本医師会男女共同参画委員会委員、日本医師連盟参与、日本小議会連盟参与、 東海大学医学部医学科客員准教授となる。2016年7月10日の第24回参議院議員通常選挙で比例区から立候補し初当選した。2019年9月13日、第4次安倍第二次改造内閣で厚生労働大臣政務官に就任。2020年1月、新型コロナウイルスに関連した。 感染症対策に関する厚生労働省対策推進本部本部長代理に就任。2020年2月、新型コロナウイルス感染症の集団感染が起きたダイヤモンドプリンセス号の現地対策本部でにおいて、厚生労働副大臣の橋本学と2名で現場オペレーションを行った。同年10月29日、派閥総会で自民は、 志卒会への入会が了承された。現在過去、ありがとうございます。